中国で、イードアルイコールアドハーイードアルイコールアドハーは、イスラム教で定められた宗教的な祝日、イブラーヒームが進んで、息子のイスマー・イールをアルラーフへの犠牲として、捧げようとしたことを世界的に記念する日、ムスリムのラマダン明けのイードの一つである、イードアルイコールフィトルと同様に、イードアルイコールアドハーは、短い説教を伴う祈祷から始まる。 イードアルイコールフィトルより長期間にわたるため、大イードなどとも呼ばれる。また、日本では犠牲祭と訳される、イードアルイコールアドハーは、ヒジュラ歴の12月10日から4日間にわたって行われる。この日は、世界中のムスリムによるサウジアラビアのメッカへの毎年恒例の巡礼において、アラファト山を降りる日の翌日にあたり、すなわち8の最終日である。また、 巡礼に参加しているムスリムはもちろん、巡礼に参加していないムスリムも、経済的能力があれば、動物鬼へとして捧げ、この日を祝う。イードアルイコールアドハーは、イスラム世界で広く使われる別名も持っている。以下に例を挙げる。その他の地域タバスキ、セネガル、ニジェール、モロッコ、ベナンなど、西、中央アフリカ諸国、イードアルカビールアラブ文化圏、イエメン、シリア、 北アフリカ諸国、マグレブフランス語、マグレブからの移民の影響を、老若男女を問わず、イードに参加するすべてのムスリムは清掃して、モスクに集うよう求められる。また、所有する羊やラクダ、牛、ヤギなどの家畜から生贄を供出することもできる。供出された動物はウドヒア、またはカルバニと呼ばれ、年齢や品質の基準を満たしたものだけが的確とされる。一般的には、 4歳以上で26ストーンより重い、ものがふさわしい。生贄に捧げる際には、アンラーフの名を復唱し、ムハンマドと同じように嘆願を述べる。降乱によれば、肉の大部分は飢えた、貧しい人々に与えられるべきであり、これらの人々は、イードアルイコールアドハーの宴会に参加できる。残りは家族に、お祝いの食事として分けられ、親族や友人を招いて、これを食べる。 貧しくないムスリムは捧げられた食物に手をつけないことで協力し、イードアルアドハー期間中のイスラム社会における事前が実践される。イスラム社会においては、イードアルイコールアドハーを通じて倫理的な実践が強く確認される。また、人々は期間中に両親、家族、友人の順番に親族などを訪問する。初日と最終日に炊ビールを唱えることと同様に、 肉を振る舞うことは、イードアルイコールアドハーにおける不可欠な要素と、みなされる。退院歴に基づくイスラム歴において、イードアルイコールアドハーは毎年同じ日付に、行われるが、一般的な対応歴を採用している、グレゴリオ歴では、年ごとに、日付が異なる。また、年によっては、グレゴリオ歴で相当する日付が2種類になる場合も、ある。具体例は、以下の通り。 2017年は9月1日、イサクの犯罪のこと。クルアーンではイブラーヒームは息子を犠牲に捧げようとしたとされているが、それがイスハークの方かイスマーイールの方かは明確に示されていない。キリスト教やシーア派ではイサクを犠牲にしようとしたとされるが、スンナ派の大多数ではイスマーイールの方を犠牲にしようとしたとされている。 http://www.phys.w.nl コロンススララッッシシュュスラッシュベジェントイスラームアマクラ htm プリンシパルありがとうございます。